どうも、キープチャンネルです。今回はリチャードソンジリスのグルメ企画に挑戦しました。春先になって日に日に食欲が増すキープくん。そんな食欲旺盛なキープくんに素敵なプレゼントです。ワンナングラス。これは塩爆の種です。本来は種のままでも食べられるかもしれませんが、今回は種から育てた草を食べていただこうと思います。なかなか手間のかかる作業ですが、それがまたいいね。喜んで食べてくれるかな。ちゃんと育つんかいな。なんだかんだして種を植えました。あ、出てきた。伸び出すと早いもんです。もう食べられそうだけど我慢我慢。もういいでしょ、早く食べさせてあげたい。さあ、まずは様子見で慎重に食べ始めました。結構大胆に根っこからむしり取ります。おう、いい感じ、いい感じ。期待通りのがっつき方です。でも、9日間もかけて育てたんだから、大事に食べてくださいね。やっぱり、採れたての草は格別なんでしょうか。多分、喜んで食べてくれていると思います。コツコツ育てた甲斐がありました。器用に手を使って食べる姿がめちゃくちゃ可愛いキープくん。無心に塩爆を頬張り続けます。大成功ですね。リチャードソンジリスの餌についてはまだまだ情報が少ないと思います。諸説あるかと思いますが、何か良い情報を見つけたらまたご紹介したいと思います。ご視聴ありがとうございました。